ゴミを出したということをまず感謝しなさいよってことよ。いや感謝じゃない、ゴミはじゃあ誰のゴミって言ったら家庭全部のゴミだから、じゃあ普段から毎日感謝しなさいよって話。多くの問題を討論してきた。そして2488回目の放送は恒例の大忘年会を開催。番組を盛り上げてくれた話題の人たちがスタジオに生出演。